んにちは、大丈夫です。怪しいもんじゃない。毎回一応このサングラスは外します。で、なんでしてるのかっていう理由とかいつも話してもめんどくさいですね。とりあえずもう最近、これを外したら始まるっていう、自分でもきっかけみたいなものなんで、すいません、ちょっとこれ腰痛ベルト、最近腰痛悪化しましてね、悪化したら途中で締めますから。すいません、よろしくお願いします。ということで、僕普段喋るときは必ず最初に僕の取説を取扱説明書するんですが、話がそれるとか、実は ADHD だったとか、今回文学の話なんで、今日はいきなりやろうかなっていうふうに思っています。で、持ってきました、文春文庫。ちゃんと新潮文庫ではなくてですね、文藝春秋に気兼ねして文春文庫の心と坊ちゃん。皆さん読んできた、そうですね、今日はマジにやりますよ、文学の話を。普段ね、やっぱり難しい話も得意ですし、真剣な話も得意なんですけど、あまり文学の話を人前でやるのはね、マジ恥ずかしい。今日は真剣にやってみようかなっていうんで、今日来た方はお得です。僕の本気の文学の話が聞ける予定なので、始めたいと思います。で、すみません、話はそれますからね、途中で。でですね、腰が痛いですが、本当しょうがないな、ちょっとごめん。よっこいしょ、すみません、これ伸びる、伸びますね。すみません、お名前。宮田と言います。はい。皆さん、心と坊ちゃん。っていうか、大体課題図書を出さなくても皆さん読んでる方が多いと思うんですね。で、今回また読みました、宮田さん、心と坊ちゃん。今まで読んでなかった。初めて読んだ。どうですか、感想。やっぱり漱石すごいなと思いました。どこが。それを一言で。いや、別に10分喋れとは言いませんけど、ざっくりでいいですか。後で解説見てたら、今の僕とほぼ同い年で心を書いてるんですよね。おいくつ。47ぐらい、ちゃんと覚えてないんですけど。あ、自分年。漱石は49で亡くなってますから、そうですね、47ぐらいかな。これ びっくりしますよね、結構。漱石は、49歳、一応年、一応年表、汚い字だなこれ、書いてきたんですけど、亡くなったのが1916年か、大正5年、合ってるよね、なので、49歳で、すごい、写真見るとね、どう考えても60過ぎ、僕より貫禄がある。これよく言うんですよね、僕の友達の作家と。明治の作家見るとさ、全員年取ってる感じするでしょ。あ、理由分かります。ちょっとお名前を。あ、河野です。河野さん、なんか漱石とか鴎外とか、幸田露伴とかさ、紅葉とか、なんかすごい威厳がある人、年取ってるでしょ。理由分かります。分からないです。ひげ生えてるから。ひげ生やしてんだよね、大体。だから卓木って幼い感じするでしょ。ひげ生えなかったんですよね。だからみんな、20代からひげ生やしてるから、尾崎紅葉とかね、大文豪ってあれ33ぐらいだから。30代ですよ、あれ。尾崎紅葉が文豪って言われたのは詐欺だよね、そんなのね。だからちょっと年齢の感覚が僕らとは違うと思うんです。あ、そうだ、で、心と坊ちゃん読みました。今回初めて。
読んでるよね、うん、読んでるよね。あ、すごい感想。あ、久しぶりに読み返してみて、なんか漱石の作品って私はこうあんまり動かないで考えてるところがすごい好きなんですけど、心と坊ちゃんは意外と展開がちゃんとあるなっていうのを今回気づきました。面白かった？面白かったです。変わってるねいやいやいや、面白いんですよ。で、心と坊ちゃんを選んだ理由はいくつかあるんですけど、あのこれよく言うんですけど、あの国民文学っていう言葉が、あるいは国民作家っていう言葉があって、要するにその国を代表する文学者とかで、漱石は一応国民作家っていう言い方されててですね、あのこれ僕よく言うんですけど、その国で一番売れた小説は何問題っていうのがあって、アメリカだと聖書です1位は。で、僕ちょっとなんか間違っててね、もうずっとハックルベリーフィンの冒険が1位って言ってたら違うって言われて、アメリカ文学者からなんかね、はっきりした数字は分かんないだそうです。でも1945年以降か、30年代以降かな、一番売れてるのは、ライ麦畑で捕まえてたってキャッチャーインザラインと、僕のね、あの従来の理論が壊れちゃったんでね、秘密にしてるんですけど、まあハックルベリーフィンの冒険がまあ代表、僕ライ麦畑文学って代表だって。で、日本で一番売れてる小説、村上春樹以外でこれね、これは公式の数字が、新潮文庫で一番売れてるのが心と人間失格ってよく言うんですけど、日本文学を代表するのが人間失格で、アメリカ文学がハックルベリーフィンっていかがなものかっていう、暗いねこの国はって、まあ、よく思うんですけど、まあそれぐらい読まれている。で、坊ちゃんもそうですね。で、僕もね、僕思い出があるんですよ、心と坊ちゃんに関しては。実は僕はあんまり小説読まない、あ、小説じゃなくて少年文学読んでたんですね。で、純文学はねあんまり読まなかった、小学校中学校入るぐらいまで。それでなんでかって言ったらね、あれ小6か中1、感想文を書かされた、心の感想文、今でも悪夢で、で読んでつまんなくて、普通の中学生心で読んで面白いこれ坊ちゃんはまだね、で僕坊ちゃん読んで面白いなと思って、我が輩は猫では読んで、これは面白い。心は死ぬほど退屈で、何この先生キモいで、おかしいじゃん、あのさ、遺書を送ってくるでしょ、あんな分厚い遺書送れないよって、あ、書き留めって書いてあるよね、なんかね、書き留めって書いてあるけどさ、これだってね、今宅急便で送るよね、これぐらい厚いとっていうんで、そもそもこんな分厚いの送れないだろうとかいろいろあって、心意味わかんないなっていうふうに思って、中学の時はね。で、その後いろいろ紆余転々がありまして、僕は1990年に日本文学精粋誌という文豪をテーマにした小説を書きました。で、それを含めてですね、僕夏目漱石を小説に4回出してる、僕ね日本で一番夏目漱石を使ってる、もうね、もう金ちゃんっていう秋田さん、金ですね、もう友達っていうぐらいよく読むようになって、で、だ心と坊ちゃんも何回か読んでます。で、おとついまた読みましたこれね、これ色書いてある、これ線引っ張ったでしょ、これ線引っ張った、これね十何年前の線なんで、確かね結構前のでね、いいとこに線引っ張ってあるんだすごい役に立ったここ読めっていうところにね、過去の自分に教えてもらって、で、今回は読み方、つまりね、こういう読み方もできるというか、正確に言うと僕は今回こんな風に読みましたという話です。小説はというか、小説だけじゃなくてですね、特に優れた作品は何回も読める。で、
まあすごくストレートに言うと、こちらが成長するに従って趣を変えていく。で時代も変わるから、その時に読み方も変わる。だから時々読むといい、同じ本をと違ったものが見えてくるということで、今回ちょっと心と坊ちゃんを読んで、またまあ今までもいろいろ読み返しは読み返したって言って読み返してないってこともあるんですけどね、今回はきちんと読み返して、あこういうふうに読むと、今こういうふうに読むと面白いなという今の僕の読み方です。で、あこういう読み方もあるんだなというふうに思ってもらえると嬉しいっていうので、今回はですね、坊ちゃんの心がセットで読みます。これが一つでですね、坊ちゃん、まず坊ちゃんの方軽く、坊ちゃんがプロローグで、心が本編という感じ。坊ちゃんってどういう話だと思います？どういう話？言われると困るよね、僕が言いますね、はい。これはもう皆さんご存知のように、東京に生まれた、坊ちゃん、僕？なんつったんだっけ、一人称は俺か、ん？これなんて書いてあっけ、主人公、私？僕なんて言ったっけ、俺か、俺？そういえばあんまり一人称出てこない、あ俺だ俺だ、よかったよかった、俺でした。心は私ですね。で俺が松山に行って、で結局先生、中学に先生として就任するんだけども、生徒にいじめられたり、赤シャツ等々の支給派の先生たちと、ぶつかって、最後山嵐という先生と一緒に戦って戻ってくるっていう、まあざっくり言うとそんな話なんですが、これ実はいろいろ読んでみると、僕今回言いたいのはね、漱石っていう人が、何を考えて書いてたんだろうなっていうことをちょっとミステリー風に解き明かしてみたいと。僕日本文学正史っていう本でもやったんですけども、まあ作家は小説を書きます。で、お話があって、テーマがあって、で表面上に書かれてたやつ以外に隠されたメッセージがある。で僕もそういうのを書きます。でそれは言わない、隠してるから読み解いてねっていうのが、だそれが50年後に分かったり100年後に分かったりする場合もあるんですが、結構ね、漱石はそういうことが、激しい人というか、いっぱいメッセージ持ってたけど隠しまくったっていうのは僕の説で。で坊ちゃんなんですけども、まあ心の話がメインなんで坊ちゃんちょっと早めにやらなきゃいけないんですが、坊ちゃんっていう人は、まあ、この主人公の俺、もともと家が旗本出身なんですね。でそこがまあ零落して落ちぶれたというふうになって、で坊ちゃんが、清という下女が、まあ、坊ちゃんの、まあ、非常に、まあ大事にしている、坊ちゃんも大事に思ってるし下女も大事に思ってる清という方が、まあ、これは結構いろんな説がね、清っていうのは清だから奥さんの名前が清子だったんで奥さんのことだって、これ割と知られてる説なんですけども、この清っていう人も、維新の画派、だから明治維新で没落した人だっていうふうに書いてある。だからこれも維新で傷ついた人ですね、まあ、旗本とは書いてないんですけど、だから坊ちゃんもそれから清も、明治維新で負けた側、この辺までは分かる。でですね、ちなみに、松山に行って、坊ちゃんと最終的に共同戦線を組む山嵐、今回ね、ちょっと山嵐ってどこ出身だっけって調べた。知ってます？そう、会津なんです。これも、戊辰戦争で負けた側ですから、清から山嵐、坊ちゃん、
旧幕臣連合と相手にしている山嵐じゃない赤シャツとか野太鼓っていうのはあれね、どういうつまりこれもともと松山の人とかもいるんです。松山は砂漠派なんですよね。だからどっちだっけ、ちょっと忘れちゃった。まあいいや、松山のこと後にしようはっきりしたこと言わないで問題になっちゃうから。で赤シャツで、まあ、結構批判してるんですけど、何が一番嫌かっていうと赤シャツが、ヨーロッパの文物固有名詞を言うわけで、なんとかとかでね、全部帝国文学から引用してるとだから西洋文化を輸入するもののシンボルなんですよ赤シャツは。と西洋文化を輸入するやつを旧幕臣連合が戦うっていう、そういう話知らなかったでしょ。これ結構びっくりで、でこれはもう一つ、これは関川夏夫さんから教えてもらったんですけど、途中で最初、どっかに下宿しますよね、なんか、骨董屋のさ、親父のさ、やたらとすすりを持ってくるやつね。その後、そこを出て、荻野さんかなっていうところに引っ越す。ここがまた旧幕臣じゃなくて、旧旗本かなんかな。だから坊ちゃんが共感を持つ、あそうそう、それでね、面白いのは坊ちゃんが、山嵐っていうのはいいやつか悪いやつか俺には分からんと教えてくれっていうわけものすごい主体性がないやつ相談する荻野さんがやっぱり、いわゆる旧幕臣側だから、この中では明治政府に反対して征伐されたやつのみが正しいそれ以外は全部敵って、こういう話に。知らなかったでしょ。めちゃくちゃなね、政治小説になってる。漱石ここまでやるかっていうのが実はこの、小説の中に込められた一つのメッセージって、これ完全にそうなってます。でね、実は昨日内田達さん と、大阪で話をした時に、負けるとか敗戦っていう話が大事だねって話をしてたんですけども、この漱石っていう人の僕は最大のテーマは敗戦論だっていうふうに。その場合敗戦って何かって言ったらですね、だから明治維新です。明治維新っていうことは、いわゆる薩長と、それから、まあ、京都から拉致されてきた天皇ね拉致ですよ完全に。天皇が幕府と旧砂漠派を粉砕した、国内戦争だから。だからね、アメリカでいう南北戦争、内乱で。だから、幕府とか旗本は南軍で、薩長連合が北軍ね。だからまあ天皇がリンカーンって考えると、だから幕臣たちはどうなったかっていう話が一つある。でも実はそれだけじゃなくて、もう一つ僕実は面白いのは、明治っていうのは一つ明治政府ができて、旧幕府側を徹底的に弾圧して、で明治政府ができたんですが、その後何をやったかっていうと、あれね、文明開化、鹿鳴館、西洋の文物を輸入したでしょ。でもう全部、いきなりちょんまげやめて、ダンスを踊って、だから西洋の文物に占領されたわけ。だから西洋の精神的には植民地になったわけなんですよね。で赤シャツっていう人はこういう西洋の植民地になったことに痛みを感じない人だからね、これね、占領下日本の話でそういうのにいいダクダクと従ってる人に、だからこの坊ちゃんっていうのはこういう、漱石自身はすごい洋風の人ですよ当然ね、イギリス留学もしてるし、そういうものをチャラチャラ
いいねいいねって言ってる、お前ねもともと旗なんかで侍だったじゃん、そういう人に対して強い反発。だから日本が明治維新になって、新しい政府ができて、独立国になったと言ってるけども、一つは国内で戦争があった、もう一つは文化的には自ら望んでどんどん、主体じゃなくなってるわけですね、どんどん輸入して。そういうことに昨日まで侍だったやつがみんな洋服着て、アメリカ人の名前を言ってる、この2つに対する反発がこの坊ちゃんの中のメインストーリーになってる。だこれを漱石がね、これ12日間ぐらいで書いたっていうふうに、250枚ぐらいですね、こう原稿用紙で、これ一日20枚ぐらいを、すごいよね、パソコンもないのにね、手書きで。だそれは漱石の中に書きたいメッセージが死ぬほどあったっていうことだと思うんですね。でこれはやっぱり漱石の中に、まあ一つはこれ青春文学というふうに思われてですね、もちろん表面上はそうなってますけれども、僕はこの書かれたのがですね、1906年ここに書いた、明治39年もうここに書いてきちゃったね、明治39年というのはね、日露戦争が終わった翌年です。これねちょっと頭に入れて、日清戦争が明治27、8、日露戦争が明治37、38、ついでに言うと西南戦争が明治10年、この辺をちょっと頭に置いていくと、日露戦争が終わった、これね戦争をやってたんだよ前の年まで、そんな話出てこないでしょ。で日本はまあギリギリ勝ったっていうことになってるんですけど、本当かいな。で戦争はこれ、その戦争の記憶っていうと普通坊ちゃんの時系列でいうと日露戦争になるんですが、これ明治39年っていうことは、僕らの感覚で戦後40年だから、明治維新から39年ですから。ということはね、これを今の時代に持ってくるですね、1984年ぐらい。としたら、あと戦中派全部生きてる、まだ。ね、これ僕一つ最近思うんですけど、どんな小説もある時代に書かれている、その時代の人たちがどう読んだか、その時代の人たちがどう感じたかっていうのは、ちょっと本を読む場合に僕とても大切に思っていることで、この小説が明治39年に出て、もしこの本の中に、国内線の、イメージが残っているとしたら、今でいう言葉で戦中派だとしたら、明治維新の時に20歳だった人が59歳いるよね、みんなガンガンで、もうあれらずっと、旧幕府側でね負けた側の人たちはいつか明治政府を倒してやるとしたら、まだガンガン生きてた頃、中にこの坊ちゃんが出てきたら、みんな多分漱石のメッセージが分かった、そうだ坊ちゃんやれ、赤先生殺せあんな人はぶっ飛ばせっていうふうに僕は読まれただろうと思います。これがまあ時代が変わってもというか、歴史っていうものがある意味繰り返す、戦争があって戦後があって敗戦があって、その記憶を持ってる人がいて、そういうことが小説の中にうずめ込まれる、そういうのと全く無視で書かれる小説は僕ないと思うんです。でみんながそういうものを読めた、でも今そう読むのは無理ですね、この戦争から140年経ってるからだから逆に、僕たちにとってのこれはまあ1985年の小説っていうふうに考えてみると違ったように見えるのかもしれない
というのがまず坊ちゃん。さて心をそんな風に読んでみるとどうなるか、これはね非常に謎が多い。これだけで実は3時間ぐらい喋れるんですけど、話としては単純です。でちなみにですね、心は、1914年大正3年に書かれてます。大正3年。で漱石はそれから2年後に亡くなるわけですから、もう死ぬ直前47歳の時の小説です。で、この小説は、主人公の私っていうのがありましてね、で彼は、その先生という人に会いますね。で先生としてに会ってだんだん惹かれて、でその惹かれて、付き合うようになって、そのうちで学生になる。これ多分定在だと思いますけど、それで卒業するまでですね、話としては。だから、学生、多分高校生から、大学生になって、卒業するまでで、その間にその先生という人に惹かれて何度も行くようになるんですが、先生には謎がある。でお父さんが死にそうになって田舎に帰ったところに、先生からあの巨大な容量の1テラバイトぐらいの手紙が来てですね、ペラペラっと読んでそのまま乗って、あとずっと手紙を読んでるっていう。あれ、これ今回また読んだんですけどね、第1部先生と私、第2部父と私か、第3部先生の衣装、第2部超短いね。もう構成失敗してますこれこれ絶対連載書いてたんでわけわかんなくなったまあよくあることですけどね。でこの小説は、まあ、あの日本を、だからこの心っていうのが、日本を代表する選手とも言われているし、とにかくやたらと感想文出されるし、で、まあ、感想文書くとしたら、人間の心には暗い闇がある、おしまいっていう、それ何も言ってないよねっていうことになるんですが、でこの小説はすごい不思議なんです。でいろんな人がいろんな解釈をしています。例えばね、これ僕もよく言うんですけど、冒頭の部分、これね最初の頃に謎が一つあってですね、私がどうも先生と会ったことがあるっていうふうに思う。で先生に聞くのね。そしたら先生はしばらく沈吟した後で、どうも君の顔には見覚えがありませんね、人違いじゃないですかと言ったので、私は変に一種の失望を感じたってあるんですよ。その後この話終わってんの。これものすごい謎でしょ。でこれ多分ね、漱石回収しようと思ったけどやめちゃったの連載してたから。でこれさ、僕作家だから分かります、これ絶対重要な意味がある。何だと思います。どっかで会ったことがあるって言ってるでしょ。でわざわざこれ2回も出てくるんだよ最初のところに。でこれが何だろうって僕は金がね疑問に思ってたんですね。で実はこれについて僕その日本文学整数史って本の中にも書いたんですが、もう研究した人がいて、これはねこれも面白いんですよ。会ったことがあるはずです、この私と先生は同一人物だっていう。これねどういうことかっていうと、まあ、ある意味時空をちょっと超えてるんですけども、先生は過去のまだ罪を犯してない前の自分に会ったっていう、そういう構造になってるっていう話。これね僕も結構説得力があると思うんですが、実はこの小説はそれだけじゃなくて謎がものすごく多い。で漱石はもう体調も悪化してですね、もうあと2年しか生きないんで、僕は自分がね余命少なくなってきて小説書くとしたら、だから言いたいこと全部言っちゃおうと思うんだよね。でもストレートに言ったら面白くない作家だから、じゃあ当ててみてっていうことがあったんじゃないのかなっていうのが、同業者としての。で
これね、でいろんな謎が隠されているんです。で、僕なんだっけな、ちょっと待って、ものすごい昨日読んでてね、重要な謎を発見したんだよね。なんだっけな、あ、思い出しました。先生ね、重要な登場人物の先生の出身地、新潟県越後藩奥羽列藩同盟なんです。これ戊辰戦争で負けた方、やっぱりほらまたやった重要な人物は全員幕府方、もう決まってんだもん。だから、もうこれね、今回ね絶対幕府方だなと思って探したの一箇所だけ新潟県だから、越後藩はね、大羽列藩同盟でね、戊辰戦争で一番負けたところが、だ先生は恋愛で負けてなくて、やっぱりね戊辰戦争で負けてるんだよ。これはね、もうもはやね漱石にとってはスタンダードになってんだよね。重要な登場人物は全員明治政府からやられた地からしか出さないっていう決意が、もうこれはもう気持ちとしてはなんか、いやいや、どこでもいいじゃない本当は。でもそれをわざわざ選ぶところが漱石らしいんですが、実はもっと大きい謎で、これは僕の日本文学整数史の中で書いて、これ僕だけの説で全く反響がないのがおかしいで、ご存知のように、このお話は先生が、先生の謎っていうのが若い頃に友人 K を裏切って、つまり奥さんを手に入れるために、まあ、K を陥れて、その結果 K が自殺したっていうのが、まあ、謎になってるわけですよね。でその K っていうのは誰か、誰かって K ですよね。でこれについてはさあ、また戻りましょうね、発表したのが、どこに書いた、1914年大正3年なんです。でこの件について、一部の評論家は高徳秋水説を、大逆事件の高徳秋水説を唱えています。でつまり漱石が、そういうメッセージを書き込んだんじゃないかと、甘いで僕は K に該当する人を探したんですね。でそれは日本文学整数史に書いたんですけども、どこだか K が出てきたところ、あ、ここだ、ですね、あ、ごめん一個間違えてた、あ、いや、いないんだ、先生は新潟県人、これでメモしてある、越後長岡藩って書いてあるそうそうそう、越後長岡藩なんです。で、K のことを書いてあるところがあるんですね。で K っていう人はどういう人かっていう と、お寺の子、それから、途中で、養子にやられて名前が変わった、この2つ書いて、わざわざね。でなんでそんな細かいこと、どうでもいいでしょ、養子に行ったとかさ、お寺の子供はまだいいけどさ、わざわざ途中から、名前が変わったのでみんなが驚いたっていう、これは何かヒントに違いないと思って、漱石の近辺近くにいる人で、お寺の息子で、途中で名前が変わった人を探したら一人いた、石川啄木だ。僕の石川啄木説なんですよ。ちなみにその、ね、名字がね、確か養子の名は K がつくんですけどね。でじゃあなんでそんなことをやったのか、でさっきも言ったここで大逆事件ので、実はですね、これも
作家っていうものの、基本的な感覚というか倫理観みたいなものがあります。おそらく明治になってしばらくの間最大の問題はあの戦争、明治維新ですね。あの戦争をどう総括するか、ね、っていうのが作家にとって大きいテーマだから漱石はずっと、俺は明治維新反対派ね、僕はもう幕府派の味方っていう。でそれも40年経ってくると、戦後40年、まあ、ギリギリ、さっきも言った生き残ってますけど、ところがですね、明治43年にもう一つ日本で戦争が起こった。大逆事件で、これは、24名が死刑になってますね。で漱石にとって、いわば、明治維新国内戦以来の大きい衝撃になったのが大逆事件ではないかと。つまり明治維新も、まあ、旧幕府型と明治維新がどっちが正しいかを巡る争い、この決着はついた。明治側が正しい、明治維新の天皇が正しいっていうことで決着がついて、いわば砂漠が壊滅、砂漠型の代わりに明治政府が次に目をつけたのがアナキストたち。だから戊辰戦争の次は大逆戦争、国内戦ですね、ある意味ね。でその結果、これはね、実は明治から大正の作家にものすごい影響を与えています。これどういう影響かっていうと、書けないっていう影響。代表的なのは永井荷風、荷風が書いてるんですけど、荷風は大逆事件の後ですね、もう誰も何も書いてない。だって、大逆事件が、まあ、フレームアップ謀略だっていうことは今分かってます。実際に、天皇暗殺計画に関わったのは5人だそうです。残りの二十何人はそもそも聞いてないし知らないし、だから共謀罪が怖いっていう話になっちゃうんですけども、知らない。でそのことはもうみんな、いろんな情報が、特にネットはなくてもね、これ全部嘘らしいよって時に、全く罪とかがない人間を捕まえて死刑にできるほど強大な政府になってるとしたら何も言えないよねと。表現の問題に関して日本の作家が初めて味わう挫折が大逆事件です。荷風はどう書いてるかっていうと、まあ言葉で言うとですね、私たちは何も書けないと、恥ずかしいことだが何の力もない、だからこれから僕は浮世離れしたことしか書かないっていうふうに、これ花火という作品の中に、ああ又吉じゃないんですけどね書いてます。でこれはある意味荷風ははっきり書いてるんですけども、いろんな作家が、明示しない形で、だってもう何書いて捕まるかわからない状況だったので書いています。大逆事件はそういう意味で、作家にとって、明治後の作家にとっては最大の、まあ、国内戦、しかも表現できないっていうことで、でこれが明治43年です。それから3年後心が書かれるわけですね。でどう考えても大逆事件のことは書くだろうっていうのが、つまりこの時点になってもなおかつ砂漠派と明治って言ったらさすがに漱石ボケてるよね。ですから僕はこれはどっかに大逆だから高徳秋水という説もあったからですか、大逆事件の、名残というものがこの小説の中にあるんじゃないか。だからこの小説が妙にバランスが取れてないのは、そもそも書きたいことが別に、だからね、第2章が短いとか、先生の手紙が異常に長いとかどうでもよかった。伝えたいことは
他にあった。でしかも絶対に言えない。さっきみたいに家風ですら書けない、そういう状況の中で、しかも、僕も小説の中で書きましたが、漱石は朝日新聞の、文芸欄の責任者、とても書けないっていう状況の中でどうしていったのかというふうに思います。で僕はそこの仕掛けの一つが K という、僕 K が石川啄木だろうと思ってるんですね。それは一つは、漱石が書いた条件に合うのがまず啄木だった。で啄木はこの間何をしてたかっていうですね、これも結構有名な話なんですけど、退学事件の資料とかを読んでた。で退学事件と心の間に時代閉塞の状況っていうのと、レターズフロムプリズンっていう、政府批判書を書いて、心と退学事件の間です。でこれ不思議なのは、これも結構有名なんですけど、時代閉塞の状況っていうのは啄木が書いたものの中で一番有名な評論なんですけど、あれどこに発表される予定だったか書いて未発表ですから。でもよく読むとある人の評論を批判してるんですよね。この欄に載ったこの人の、でこの欄ってこれね、朝日新聞文芸欄に載ったやつ。っていうことは朝日新聞文芸欄に書く予定だったんではないかっていうのは僕の、っていうことは漱石が許可してるはず。でもなんで載ってないのか、漱石がひよった。これが僕の説です。これ絶対当たってると僕小説の中で啄木が漱石を問い詰めるシーンがあるんですが、これすごいんですよ。絶対啄木と漱石が合ってるはずだって言って、二人の年譜を並べた全部。そしたら二人の日記手紙を付き合わせると、明治44年か45年の1ヶ月だけ二人とも空白のところがある。そこで合わせました、小説の中書いてないからとすると、まあ、これ僕の推理ですよ。で漱石がこのように読んでほしいと、これは啄木のことを書いてる。啄木に、朝日新聞文芸欄に大逆事件批判を書いてもらうっていう原稿を発注した。ところがあの過酷な死刑乱発で、こんなことやったら朝日新聞が潰れると、ね、従軍慰安婦問題どころじゃない。なので一旦発注した啄木への依頼を取り消した。でその後連絡を取らなかった。ちなみにですね、これもすごいんですよ。啄木がその後朝日新聞の歌壇の選者になるんですけど、それって僕の推定原稿取り消しの後、謝礼お詫びの印に短歌欄の選者にした。絶対当たってるよねいやいや分かんないっていうことを、僕はつまり僕が漱石だったらね、そうか名案難しいな、漱石だったら多分そういうことをしたんじゃないのか。漱石っていう人はとても非常に誠実な人で、その時代の課題に真正面からぶつかって、ただし書くときは非常に隠して書いた。これもう本当に徹底してて、もちろん皆さんご存知なのは、漱石はあれ、漱石って、我が輩は猫であるから最後の名案までで11年、すごくない？あれ全集書いてますけど、ほぼ11年間、だから連載もどんどん、だから失敗作もあるね。途中で間違ったなと思ってもしょうがないもんであれだけ書いて、でしかも繰り返し同じような話をね、連載多いね、
立て付けに連載やってるから、もうお話思いついてられないからです、あれね。気持ち分かりますけど。で、あれみんな三角関係の話でしょ。で、なんか若い頃に不倫をした。でそもそも普通はそんなことしたら分かるわけじゃないですか。僕なんか丸分かりですけどさ。ところが漱石って自分の小説の中であれだけ繰り返し同じ話を書いてるのに、モデルが100年経っても分からない説はあるよ。あの人はだからこの人だ、あのだ何人か、モデルになってる人はいますが、本当にそんな事件があったのかすら分からない。だからめちゃめちゃ完全犯罪な人なんです、あの人。モデルすら分かんないんだから、もっと微妙な大逆事件が分かるように書くわけがない。ということで僕はあの話はですね、先生が K を裏切って自殺したって話でしょ。漱石が卓木を裏切った後血を吐いて死んじゃったからね。僕そういう話、もう卓木死んでますからこの段階で。卓木がね、明治44年です、亡くなってるのが。で心はその後に、だからこれは卓木への鎮魂か。でこの説が誰も認めてくれない、どういうことだろう。日本文学がこの秘密を隠そうとしてると思うんだよ僕はね。だってすごい説得力あると思わない。なのになかなかね、またそんな適当なことを言ってっていう。こんなに真剣に卓木全集と漱石全集を調べたのに。でもこれはただ単にそういう偶然があったっていうことではなくて、僕が漱石で大逆事件というような、今では考えられないような作家にとっての極限状況をね、書けないんだもん。一言でも書いたら捕まるかもしれない。捕まったら死刑ですからね。た時にでも作家書きたいよね。書かなきゃ作家じゃないでしょ。でそういうことに一番モラルを持ってたのが僕は漱石だと思うんですよね。だから絶対大逆事件のことを徹底的に書いてあるそうですがあるはずだっていうのは僕の、だとすると心しかないというのが僕の判断です。これが正しいかどうかは漱石も死んじゃってるからわからないし、皆さんまあちょっとそういう目で読むとこの小説が、理解できるのかなっていうのが一点です。まだ話せる？大丈夫ね。もう一つ、あります。これはね、実は K が卓木説ってまあ日本文学盛衰史にも書いたんですが、僕もう一個この小説には大きい論点があるというふうに思っています。で一つはですね、最後に先生が殉死して自殺をする理由、自殺しますよね。なんで死ぬの、ね、ずっと死のうと思っていました。で、ちょうど明治天皇が亡くなって、これ考えたらさ、不具大天の敵だよね。これ大逆事件のこと書いてんだったら、僕ね、そうだと思いますよ。大逆事件のことを隠すために明治天皇の殉死の話を書いたと思ってますから僕は。でまあ明治天皇に殉死する乃木希典の話を聞いて、自分も明治という時代に殉じようとしたということを、これがなかなか難しい問題でね、明治の精神に準ずると書いています。これまあ今で言うと、明治44年ですから、西暦で言うと今に直すと1989年ぐらい、バブルの真っ盛りだね。つまり、あ、ですよ、戦後民主主義があって1989年になるともうみんな忘れてるじゃない。そういう、これ全部ね、そういう明
の精神を戦後民主主義に言い換えると僕らにとっては分かりやすい、そういう何かに準じようとしたっていうふうな説明がこの先生の説明の中にあるんですね。でね、そもそもこれが本当だろうかっていう疑いを、まあ、何でも疑う、さっきも言った隠すからね。でもちろんそれは可能性があってですね、じゃあその明治の精神何かって、これ乃木希典の話をしてるんですが、漱石にとっての明治の精神は今までで言うと幕府型だから幕府が敗れて、明治政府ができて新しい世の中になって、新しい精神がやってきたと、それを言ってるのか、それによって、従来の、幕府が持ってた、つまり非明治政権側が持ってたマインドですね、そういうものが細々と続いてきたのがもうこの頃になってそれもなくなった。だから明治天皇が亡くなって明治精神準ずるって言ってるけど、その向こうにあるのは明治天皇じゃない、だから違う正反対のものを言おうとしてないのが一つ。だこの寂しい感じはですね、別に明治天皇死んでよかったねと思ってんだよこれは大学事件の話書いてんだから、その向こうに、あそこよ、味方に敵の仮面をつけて砂漠派ね、彼がそういう意味で、大切にしていた、江戸的なもののマインドが最終的になくなっていくっていうのが先生の悲しみじゃないかっていうのが僕の一つの読み解き。だから明治政府とかすごい巧妙な隠し方だよね、敵の金庫の中に自分の財宝を入れておく、さすがにここだと気がつかない、正反対っていうんじゃないかっていうのは一つ。それからですね、話す時間があるかな、まあいいや、時間がなくなったらそこでおしまいです。でもう一つ、これさらに言うとですね、僕漱石のすごいところはっていうか、僕は文学、僕も文学者作家ですけれども、作家、まあ、作品のっていうものは作家の意思とは独立してできているところもあるですね。さっきも言いました、僕は漱石はこの小説に関して、心に関して彼が持ってきた、旧江戸的なものへの最後の思いを完全に燃焼させようとしたと思ってます。でもう一つは大逆事件、誰もが沈黙していることへ一人だけでも、抵抗して、で僕同時代の作家は分かったと思います、これ漱石の意図が、これは大逆事件のこと書いてくれたなと。でしかもこのこと誰も書いてないでもそういうもんだと僕は分かったというふうに思います。しかしそれ以外にも、作家は意図を超えていろんなものを実現することがあるんですね。でそれをちょっと最後に話したいと思うんですけど、この小説不思議なのは、乃木希典の殉死を聞いて自殺を決める、で明治戦士に殉ずるって、これ本当ですかね、おかしくない、これなんか何でもよかったんじゃないかっていうのもあるのと、なんでよりによって乃木なんだ、まあ、乃木はねそういう意味で、いわば明治天皇側についた敵だよこんなやつの死に感動しちゃいけない。でもなんでこのことがきっかけにしてんのかだろうかっていうふうに思った時に、もう一つ解決策を、思いついたんです。でこれはですね、僕自身はソフィーの選択問題というふうに、意味分かんないでしょ何言ってるか後で言いますか、ソフィーの選択、ソフィーズチョイスっていう小説が、映画化もされてますが、書いたの誰だっけ、アメリカの作家、ソフィーの選択、まあいいや、アメリカの有名な作家ですノーベル賞を取りそうだったけども死んじゃったから取れなかったって、ソフィーの選択、あ、ウィリアム・スタイロンです、思い出した、
でね、これどういう小説かっていうと、実はね、小説のタイトルなんですが、実は、このソフィーの選択っていう言葉が倫理学上の一つのなんだタームになってるっていう小説のタイトルがなんですね。でこれどういうことかっていうと、まあこれ長編小説で、主人公が作家志望の若者で、自分より年上の、ソフィーっていう女性と知り合うんです。でこの人好きになるんだけど、なかなか心を開いてくれない。でなぜだろうって考えて、最後の方で秘密が分かってくる。実はこのソフィーっていうのはアウシュビッツにいた。でアウシュビッツでいて子供を失ってるんですね。でその失い方がとても、残酷って言えば残酷で、これねなかなかすごい、この設定本当にあったのかもしれないんですけどね、ウィリアム・スタイロンが考えた設定だとしたら、これは究極の倫理的な判断を要する設定です。で、アウシュビッツにどんどん列車が到着する、ユダヤ人を乗せて。でそれを選別する係が、お前はガス室、お前は工場で、その小説の中ではね、ドイツ人の医師が、ドクターが、でドクターはこれってすごい仕事でしょ、なのでもう酔っ払ってんの、いつも正気じゃできないから、でもうこう、お前はあっち、お前はこっちって時にソフィーが来た、子供2人連れて。でソフィーに、これ、ね、何見てんの、俺はもう疲れたと、なんで俺がこんな選択を、お前がやれって、この子供のどっちかをガス室に送れっていう選択で、この選択はね、選択肢2つしかないんですよ。どっちかを送るか両方送る。でそのソフィア、待って待ってって言うんだけどさ、待たない、じゃあもう2人とも、った時にじゃあこっちの子って妹を差し出す。これソフィーズチョイスって、あの選択不可能問題なんですね。で結局ソフィーはそのことが立ち直れなくて、ずっとグダグダな生活を最後に、ね、で最後どうなったかっていうですね、この話、ソフィーは戦後十何年生きて、で恋人がいるんですよ。これもねダメな、これ作家だったかな、ものすごい、こっちもなんか自暴自棄の、でこの作家と愛し合った挙句に二人で心中して終わりの、この小説で、それを僕っていう主人公が回想して書くっていう話なんですけど、この話が僕はね悲劇なんだろうかどうかっていうふうに僕は昔から考えてたの。これどうも自分の子供ね、どっちかを自分で決めろって送れと、決められなかったら二人と思って、ソフィーの選択っていう問題なんです。で結局僕こういうふうに考えたんですでソフィーはですね、おそらく、その妹、ちっちゃい子を送った時からずっと死のうと思ってたんですね。でもいつ死んでいいかわからない、ほらだんだん心に接近していく、すぐ死、つまりまだ育てる子供もいるから、でもとにかく自分は死ななきゃいけないってずっと思ってたけど、いつ死んだらいいかわからない。でこの小説実は非常によくわかんない終わり方をしてて、ソフィーがどんな意識で死んだか書いてないんですよ。でね、僕はソフィーはですね、最後に、幸せで死んだんじゃないかというふうに、つまり、結局非常に苦しい生活で、最後、その酔っ払いみたいなんだけど、非常に誠実な男と恋愛をしてね、で、あ、自分は愛することができるんだと思った瞬間、過去がパッと蘇った。で、これね、その2人を、そう、娘をガス室に送って以来ずっと毎日死のうと思ってたでしょと思うの。でそれはどんな日々かっていうと、これがですね、僕も普通、苦しみの日々でも
もし明日自分が死ぬと思ったら一日一日が特別な、だからもしかしたら世界中で誰よりも充実してたんじゃないかって、っていうことが分かったときに、ああもう死んでいいんだと。つまり今まで十何年素晴らしい日々だったと、この素晴らしい日々は娘が送ってくれたんだっていう、気づいたときに死んだっていうのは僕の説です。で、なんでこの話してるかっていうと、乃木さんがなんで死んだかってね、明治精神に準じたんじゃないんです。乃木さんの息子はですね、日露戦争で亡くなってる、203高地か、乃木が突撃を命じた中に、乃木の息子いるんです。で、この小説の中ではね、西南戦争で旗を奪われたって僕違うと思ってるんですよ。乃木は子供を突撃させた時から死のうと思ってた。いつ死んでいいか、やっと明治天皇が亡くなったんで死んでいいと思った。だからこれは漱石が書いたソフィーズチョイス、つまり漱石が乃木マレスケの中に見た、乃木ズチョイスじゃないか。で、これはね、もう漱石が書こうと思って書いたんじゃないと思うんですよ。つまりもともとね、さっき言ったようにこの話は大逆事件を偽装するために乃木の死を利用したんだけども、小説家は書いてるうちに別のことを、これなんで乃木は死んだんだろうな、ね、殉死したときに、これは乃木はですね、息子を殺した時からずっと死のうと思ってて、やっと時期が来たっていうことだったんじゃないのかなと思ったときに、はい、この先生の話もこれ完全そうでしょ。ずっと死のうと思ってたでしょ。で、時期を待ってた。でもどれが時期かわからない。そしたらさ、20年前の自分が現れたんですよ。無垢な自分が。な時に死のうと思った。で、この構造は漱石がね、卓木に見てたと思うんです。20年前の自分が現れてね、先生、夏目先生、大逆事件のこと書くべきですって、いやいや俺にはできんって言ったら、卓木が死んじゃったから。だからね、僕その後、明暗書くんですけど、最後大出血、僕も胃潰瘍をやったから分かるんですけどね、ストレスですよ。卓木の死を聞いた時から死ななきゃいけないなと思ってたと。その前に自分が、もう僕緩慢な自殺だと思ってるんですけど、なぜ死ななければいけなかったか、そのことを書き込んでるのが心っていうのが僕の説です。これは今までどんな評論家によっても発表されてない。でもこれ結構自分ではですね、もう説得力あるんじゃないのかなと、作家の整理として。で、繰り返してみますけど、大逆事件のようなとてつもなく大きいテーマを与えられて書かない作家はいない。でも絶対書けない。た時にどうするかっていうと、全く逆の話を書くでしょうね。だから天皇に準ずるっていう話を。でも中にあるのは乃木さえ利用してね、卓木っていういわばこの日本に正面からぶつかった人間を死に追いやってしまった。実際死んだのはもちろん結核のせいですけど、卓木の心残りは、時代閉塞の状況を朝日新聞に載せなかったことだから、それは政治的判断。夏目先生が政治的判断をなさるんですか。
って言われたっていうのは僕の説で、漱石がすまぬ私にはできるもはや激怒ですっていうことが僕はあり得たし、僕そうさ、別にこういうものって、まあ、もちろん文献にも残ってないですしね、ただ、その時代に、まあ、自分が潜り込んでみて、どういうふうに振る舞っただろうって考えると、これいやこれしかないべっていうふうに、これが僕の今の読み方です。もしかするとまた何年かすると別の知見別の経験を得て違ったのが、でも僕漱石が死んだ年から17年も生きてんで、もう発見はないかなと思っててもある。でこれはやっぱりさっきも言いました、作家っていうのは意識でコントロールしている部分のほかに無意識の部分が、そこに実は富謎が含まれているんで、まだあるかもしれませんね。こういう解釈すると極端って言うんですけど、僕全然これは普通だと思います。というのが、まあ、今日のお話なんですが、すいません、ちょっと今日はですね、友人の内田達さんがいらしているので、若干今のお話の続きを2人でどうもどうも。じゃあ内田さん上へどうぞ。はい、はい、どうも。じゃあどうもどうも、昨日から皆さんこんにちは、内田です。どうもどうも、いや内田達ですまあこういう読み方、もちろんそもそもこういう読み方しか個人が読むってそういうことなんですけども、うん、ちょっとどうですか、極めて感想を。いやすごい めっちゃ面白かった。そのソフィーズチョイス、ノギズチョイスっていうその、ね、入れ子構造になってるっていうあたりも、あとその死ぬと決めたけども、うん、死ぬと決めたけどいつ死ぬか決められないっていうのは、そういうことって確かにねあるよね、うん、あると思う。いやそんなこと思ったことないけどきっとあるんだろうなと思いますね、うん、あとそのベースになってる、まあ、今回は、まあ、昨日話したのは戦後の話だったけども、ね、戦争に負けた側っていうのがずっと引っ張ってるものってあって、戊辰戦争が結局近代日本の基本的なメンタリティ決めていったっていうのは言ってるよね。だからね、これはもうずっと前から僕も言ってることであって、でちょっと今日の話に少し年譜的に付け加えると、みんなあんまり気がついてないことなんだけども、坊ちゃんっていう人がとか三四郎とかってね、坊ちゃんって多分その1905年ぐらいの段階で、日露戦争頃に20歳ぐらいでしょ。ということはこの人って戦争が終わった年に60歳なんですよ。さっきの戦争が終わったらでね、多分東京オリンピックの頃に80歳ぐらいなんですよ。だから坊ちゃんっていうのは、そうか、戦争の時ずっと生きていて、敗戦の年に60歳で、その後東京オリンピックをカラーテレビで見ながら死んだんですよ。すごいね坊ちゃんって、うんうんうん、実はこの近代日本そのものなんですよね。でこの人が戦争をやったんですよ。あ、だよね、うん、でね、これね、僕の持論っていうのは、そのさっき、うん、今日出てました大越列藩同盟ありますね。そうそうそう、これが戦争をやったっていうね、つまり明治維新、戊辰戦争で負けた賊軍の方たちがその後明治レジームを壊すためにやったのが、うん、さっきの戦争であるというのが僕の持論でありまして、これは本当なんですよっていうのはね、1928年にですね、山形有朋が死ぬんですね、うん、で陸軍における徴収罰がなくなって、うん、で田中義一って人が死んじゃって、それで完全に徴収がずっと明治以来ですね、1968年からあとずっと50年ぐらいですね、陸軍を支配してるんですけども、うん、その徴収罰が消えた後に怒涛のように流れ込んでくるのが旧賊軍の方なんですよ、うん、これね、それからあと出てくるですね、満州事変以来の めぼしい陸軍軍人って全部賊軍出身なんですよ。石原莞爾も板垣征四郎も中田鉄山も東条英機もですね、もう出てくる人間って全部旗本とか、うん、松平藩とかですね、うん、岩手藩とかですね、庄内藩とか、うん、会津藩とかですね、もうそこら辺からゾロ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 来るわけで、まあ、有名なそのバーデンバーデンの密約ってのがあるんですけども、これは1916年かな、つまりこれから俺らが陸軍で偉くなったら、うん、
もうあれもこれもやってやろうっていうのを若手の将校たちが集まって談合する、スイスで談合するのがあるんですけども、これメンバー全員賊軍なんですよね。だから戊辰戦争で負けた後のトラウマってすごく深くて、その後結局あの政界でも財界でも官界でも全くキャリアが積めなかったんだけども、なぜかその1920年代の終わり頃にポコッとキャリアパスが空いたのが陸軍だったんですよ。でそこは陸軍だけはそのあの、俗軍であっても勉強さえできれば、陸軍参謀っていうのは、ね、陸軍の士官学校とか陸軍大学っていうのは、成績さえ良ければどんどん偉くなれるんですよ。いいね。でその成績ってのも要するにね、こうこうこうやってこうやったらこの戦争に勝てますっていう机上演習の、模範答案を書くんだけども、これって先の戦争の大敗北の歴史そのままなんですよ、ここでうまくいってここでうまくいってここでうまくいって、敵がここで失敗してここでここで失敗すれば皇軍大勝利って書くと、その100点くれるので、とにかく100点取るためにみんなそういうような答案を書く、そういう発想法をした人間ばっかしが陸軍参謀本部に集まってきちゃった。だからそのよくそのね、大日本帝国戦争指導部っていうのはすごくそのなんかそのああいうようなんですね、机上の空論を書かれてよろしくないっていうけども、机上の空論を書くと100点もらえる。でも100点もらう以外に、その陸士とか陸大で100点もらう以外にキャリアが開けなかった人たちっていうのがいたわけですよ。この人が集まってきてドワーッと上がっていって、その、ね、満州事変からと一気にですね、あの石原莞爾が東京裁判の時にですね、このふてぶてしくあの人は先輩にならなかったんだけども、もうすごいあの酒田で、まあ、その時に参考人承知で話を聞かなきゃ、もうなんつうのかな、なんて言ったらいいんでしょうね、あのやったぜ感、達成感があったね。満州事変からの31年から45年までの間、結局はなんだかんだ言いながら、まあ、これで薩長の軍閥が、ね、薩長明治政府が作ったものが全部壊れましたねっていう感じで、かんらかんらと笑ってるっていうのがあってね。だからね、戊辰戦争ってあと引きずったんだな、ましてだからその前の時代の、だから坊ちゃんっていう人が、ね、その、ね、坊ちゃんとか山嵐がね、戊辰の後引きずってるっていうけども、絶対坊ちゃんはその後1931年頃って満州事変とか聞いたらやったーと言って、日華事変とか言ったらやったーって、ね、もう南京侵略とか言ったらやったーと言って、もう大騒ぎしていたと思いますね、きっと。だから日本人の今ね、内田さんが言ったように、まあ、近代人の原型みたいな人ではあるんですよね、そうだと思う。で僕、僕本当戊辰とか旧砂漠って全く興味なかったんだけど、内田さんに洗脳されてそう、庄内藩で僕4代前が庄内藩で3代前が会津なんですよ。そう、もう俗軍の直系なんで、俗軍の直系もうよくわかるの、あの俗軍の直系だから、内田家のその暗い雰囲気っていうのを、ね、よく覚えてるの。とにかくね、あの我々とにかく俗軍の家系のものっていうのはどんなに努力してもこの社会で上がっていけないんだっていうのがね、もう染みついちゃってる。だからこれ今じゃ分からないでしょ。でこれ本当に その同時代で読むってもちろん僕らには無理なんだけど、彼らがどう読んだかっていうことを知らないと、本当にこの小説に書かれてるメッセージって分からないんだよね。でそれはやっぱりなかなか、僕らは結局資料で読むしかないし、ただ一個そういうのを見つけていくと、なんかね、ドミノ倒しのようにそこに含まれている。やっぱり作家が書いたものだから、作家の整理みたいなのよくわかるから、やっぱりすごい強烈なメッセージがあると思う。でもさっきも言ったように、あの大逆事件っていうのは本当に大きいテーマで、そうだね、さっき言った事件自体もそもそも、まあ言えば表現の自由が侵されている話なのに絶対書けない。これ今だったら何が言っても書けるけど、絶対書けないという時に作家が何ができるかって、まあこれもねソフィーの選択なんで、書けない時には書かないから、でも書くんです。じゃあ何を書くかって時に、まあ漱石で言うね、で今だと僕はまあそういうふうにかすかな後をたどってそういうふうに読み解いたけど、でも僕同時代の作家はすごい、なんていうかな、一瞬読んだだけで分かったと思いますね。ただそれがやっぱりなかなか伝わっていかない。で僕、まあ、今日あの心と
坊ちゃんの話をしたのはね、読むっていう、まあ、よく創造的読書っていうんですけど、それは、まあ、この意味は何かとか、ここでどんなメタファーかとか、キャラクターはどうしてるのかっていうことじゃなくて、どんな作品ももう時代的な影響っていうか、時代の刻印を受けて存在してる、うん、僕らがそうであるようにね、うん、だ自分が今書くとしたら、これは書かないなとかね、これはあえて、分かるだろうからこうすると、うん、でも正反対の表現をするだろうなっていうふうに、どんな作品も、ストレートな表現で書かれることってやっぱり優れた作品ほど少ないんですよね、うん、それを読み解いていくためには、まあ読者の側っていうかさ、うん、我々 の想像力っていう風になるんですよ、うん、それがなかなかね、さっき大逆事件っていうのが結局もうすごく重要なメルクマールだって言ったけど、大逆事件は1911年の段階で、うん、その当時その事件を知っていた人たちが高徳秋水が軽視するっていうことを聞いて、どういう系譜考えたかっていうと、高徳秋水っていうのは中井町民の弟子なんですよね、うんうんうん、で中井町民って土佐の人で、中井町民っていうのは坂本龍馬の弟子なんです。坂本龍馬は勝海舟の弟子なんです。だから当時の人が高徳秋水って言ったら、あ、これ勝海舟、坂本龍馬、中井町民ってつながってくる、ずっとこう続いてる幕臣から続いているメインストリームじゃないところで自由民権運動をやったり、倒幕運動をやったり、ね、なんか日本をもなんか大統領選にしようとか、なんかそういうスケールの大きいことを言ってた、そういう反骨のスケールの大きい人たちの系譜に連なってる人ねと思って、あ、この人が殺されたのねっていうふうに感じたわけだから、そのね、そこで殺されたのって単なるその当時の反政府運動じゃなくて、一つの幕末からずっと連綿と続いていたある種の反権力の系譜っていうか、反骨の系譜っていうのがそこで首に殺されたっていう、もうすごい絶望感をね、その明治の人たちっていうのはみんな感じたと思うんですよね。戊辰戦争の続編だったわけですね。そうなんですよ、また殺すのかっていうね。そうそう、だからそういう意味では、戊辰戦争なんて僕らは、まあ、近代史でそんなのもあったよねっていうふうに思いがちなんですけど、実はものすごい影響があってですね、だからよく内田さんが今言ったようにですね、つまり、まあ、第二次世界大戦なだれ込んでいった根本のモーメントの一つが、明治以来の体制を壊すと、戦争になれば壊れるじゃない、うん、その気持ちね、だから、戦争でも起こればいいやっていう気分がやっぱり、旧幕臣っていうか、一つのこういわば抑圧された大きいグループの中にはずっとあったんだよね、うん、だからそういう人たちが実権を取った時、まあ、自爆だよな。そうですね、本当に。だからそういうものっていうのが一つやっぱり歴史を見るっていう目で、うん、でこれなんで、まあ、今日こういう読み方もありますよっていうふうにしたかっていうと、これは終わった話ではなくてですね、終わった現在進行形なんですよ、うん、つまり、まあ、これは漱石って、僕は、昨日内田さんと話したんですけど、まあ、敗戦をどう処理するかっていう時に、知識人だったり、作家が対処するやり方ありましたよね。で漱石っていう人は自分が、まあ、負けた側っていう自己規定があって、勝った側は、まあ、非常に明るく作っていきましょう、で負けた側はどうするか、うん、まあ、免従腹背とかね、うん、で一応彼は帝大の先生もやり、メインストリートを歩んでるように見えながら、実は負けた側の、精神っていうのをずっと継いでいった、そういうものが、まあ、一つ僕たちの文学の歴史の中にあるわけですよ。でこれが、これ昨日内田さんが言ったんですけどね、明治維新から、終戦までが大体70年、で終戦から今までが大体70年、だから一つの巨大な明治維新成立で、幕府側が負けた幕府敗戦論が、まあ、70年かけて、まあ、いわば幕府側の自戒みたいなものによって、まあ、壊れちゃった、うん、で今度また新しく、日本という国は次の敗戦を70年かけて終わって、でだから次の70年が始まるのか、そろそろです ね、それともこの70年をどう終わらせていいのか、まずそれだね、うん、
だから例えば、最初の明治政府の、いわば砂漠派に当たるものは何なのかとかね、だから、まあ、その場合、まあ、戦後民主主義っていう理念がそもそも体制のものなのか、うん、体制から阻害されたものなのか、うん、この辺も考えていくとなかなか、一概にうまく言えないところがあって、うん、僕戦後民主主義っていう理念が、いわば滅びていく、うん、でこれはいわば明治の精神が滅びていくというに、うん、ある種の同期性が本当によく似てるね、あるんだけど、とするとじゃあ俺らは戦後日本に準じなきゃいけないの？そうだよもう先生のように先生と一緒に死ななきゃいけないのか、うん、ただそれもさっき言ったように漱石は非常に二重に描いているわけですよね、うん、つまり明治の精神って言った時にみんなが思った明治天皇が作った知性の、うん、そういう精神の裏に彼は砂漠派のメンタルを入れたから、だから今戦後精神っていうのを、戦後民主主義と憲法の理念だとしたら、これが表だったのか裏だったのか、うん、ね、本当だね、うん、であるいはそれに反対している、まあ、安倍さんたちの考えているコンサバティブなこれ明治に戻せみたいなもんじゃない、うん、それはないだろうとか、うん、っていうふうに考えていくとこの負け方って難しい、うん、きちんと負けるっていうのはどうしたらいいのかっていうのが、うん、まあ昨日のテーマだったんですけど、ね、昨日からですねずっとね、そうそうそう、迂闊に負けるとえらい後で災いを残すっていうね、きちんと負けないといけないっていうね、うん、そうなんです。でそういうことを実は文学っていうのは考える仕事で ね、やっぱり現実の生活だと、まあ、いや戦争負けたらやばいよねとか、経済で負けたら貧乏になるね、でも文学は負けても OK つうか、いや負けた人しか文学やんないっていうのが、いや、ね、勝ってさ勢いに乗ってうわわ言ってるやつが文学いらないもんね、もんさ、そうそうなんです、文学は負けたものにある昨日もほら結局その戦争末期の時に文学らしい文学活動してたってのは、うん、太宰と谷崎だけだったっていうんでさ、ねえ、この人たちだって明らかに負け組でしょ。そう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 、そうあれも面白くてね、うん、まあもう時間がないんですからもうこれ最後の話になると思いますが、はいはい、これ僕もよく言って、第二次大戦中1943年ぐらいからほとんど小説が生まれなくなった日本でね、でも唯一、太宰と谷崎が、谷崎はささめ息を書いて、太宰は実朝以下の、書いた、なんでこの二人だけが書いてたんだろうって昔から、うん、まあ、これいつか小説書こうと思ってるんですけど、太宰と谷崎がね合ってるっていう、また嘘の話またね年譜で合ってない1ヶ月があるね、この2人いや日記に書いてない1ヶ月が、うん、ここで会う話で2人で天皇のこと書こうぜって言ったっていう、まあまあそれで、やっぱりね、他の作家はどう書いたか、どう書いていいか分かんない、うん、退学時期の時一緒ですよ、うん、書けないし、うん、でやっぱり谷崎とか、太宰は、いや漱石と一緒ですよ、うん、こう書けば、うん、負けることが書ける、うん、っていうことを知ってる、うん、だから実朝とか笹目行って僕はあれは天皇に関する書士だと思ってですね、うん、まあまあ結構見え見えなんですけど、それで昨日も言ったんですけど、うん、笹目行がなんであんな必要に発禁されたかっていうと、うん、検閲官がものすごい読める人だったんでこいつは天皇のこと起きてるやばいって、その通り、うんうん、つまりそれはもうこの負け、この社会の中で、我々は負けてしまうと、うん、でどんな風に負けていくのか、あるいはどう負ければいいのかっていうことをある種文学の方にしたんですよ、ね、まさにそうだね、だから書けた。で他の作家はもう負け方も知らなかったんで何も書けなかったっていうことなので、うん、まあ、これから僕も頑張って、我々はじゃあこれから日本がどう負けていくのかについて、うん、正しい負け方について、うん、これからも語っていきたいというふうに思いますので、どうもありがとうございました。